今岡英二のぶらり歴史探訪チャンネル。今回は牛に惹かれて善光寺参りでも知られる長野県長野市の古刹善光寺を紹介したいと思います。実はこのお寺、創建自体はかなり古く、一説には1400年近くの歴史を誇ると言われています。なので見るべきものは割とたくさん。この動画ではその有名どころはもちろんのこと、ちょっと変わった善光寺の見どころ、ここは意外と気づいてないだろう的なところも紹介していきたいと思います。無論善光寺のおすすめグルメ情報や牛に惹かれて善光寺参りの語源なんかもしっかり紹介していきますので、お見逃しなく。長野県長野市にある善光寺は、遠くとも一度は参れ善光寺と昔から言われているように、その歴史もかなり古く、非常にありがたいお寺として扱われてきました。お寺の言い伝えによれば、その創建は、光玉天皇3年、西暦でいうと644年の飛鳥時代の役人、本田義満が、信濃の、美濃地郡、現在の、ね、長野市に仏様を祀った寺院を建立したのが始まりだと言われています。そう、善光寺の名前の由来はこの本田義満の名前から来ているというわけなんです。で、そんな昔からあるお寺なんで、実はこの善光寺、全国でも珍しい無宗派のお寺となっています。なんで無宗派なのかというと、日本で、宗派が分かれる以前からあるお寺だから。なのでね、その人が帰依している宗派の関係なくお願い事ができる霊場と位置づけられています。また旧来のね、仏教の女人禁制とも無縁なんで、ここは昔では非常に珍しい女性救済のお寺でもあったというわけです。今のね、ジェンダーレスな時代にはまさにぴったりのお寺と言えるでしょうな。ちなみに昔からよく牛に惹かれて善光寺参りなんて言葉がありますが、この由来皆さんご存知でしょうか。これは昔、強欲で新人薄いばあさんが牛に無理やり善光寺まで連行された結果、極楽往生することになったという逸話が元になっています。まあざっくり言うとですね、昔善光寺から東に10里ほど離れた村に欲張りで新人薄いばあさんが住んでいたわけなんですが、そのばあさんがある日、川で洗濯をしていると、どこからか一頭の牛が現れて、角に洗濯物を引っ掛けてスタコラさっさと。で、強欲なばあさんは猛ダッシュで追いかけた結果、なんと長野の善光寺までたどり着く羽目に。ちなみに10里ってのは約40キロほどなんで、このばあさんなんとフルマラソンに近い距離を何の準備もなく完走したっていうわけですな。で、このばあさん、善光寺まで来たはいいんですが、牛の姿を見失うわ、紐をくれ始めるわと散々なことにね。で、このままうろうろしててもまあしゃあないわってことで、ばあさん善光寺の本堂で一晩泊まることに。すると、その夜ばあさんの夢枕に如来様が立たれて、信心をお悟しになった。で、目覚めたばあさん、この場合多分2つの意味なんでしょうな。そう、目覚めたばあさんは今までの行いを悔いて信心深くなり、たびたび善光寺に参拝に訪れるようになりました。おさと。そしてついに極楽往生を遂げたということです。で、まあそれ以来ね、牛に惹かれて善光寺参りという言葉は思いがけないことが縁で、偶然良い方に導かれるという例えとして引用されているという次第。ちなみにこの時の牛がどうなったのか、もしくは如来様の仮のお姿だったのかどうなのかはまあ分かりませんが、現在善光寺の境内には牛の像がちゃんとあります。もともね、何か霊言ある像とかではなくて、割と現代チックな像なんですけどね。そう、これがその牛のよしこちゃんとみつこちゃんの像。実はこれ、律儀なことに見た目通り親子という設定で、森永乳業が提供したものなんだとか。日本中霊殿、善光寺資料館、このね、正面の階段を登らずに、その手前を右に曲がって北口に続く小道に行くと、ひっそりと隠れるように立っていますので、皆さんも善光寺に行かれた際にはぜひ見つけてみてください。割とね、見落とされがちなレアスポットなんで、見つけると何かいいことがあるかもしれませんな。
あと気になる拝観料なんですが、宝永4年、西暦の1707年に作られた国宝の本堂が600円、寛永3年、西暦の1750年に完成した重要文化財の三門が500円、宝暦4年、西暦の1754年に着工した重要文化財の、胸像が300円という、まあ、次第なんですけども、この3つに、資料館やありがたい、お階段巡りもセットになった共通券だと、合計1400円のところが1200円で見られるんで、遠方からね、わざわざ行かれる場合は下手にケチったりせず、3館共通券を買われることをお勧めします。ちなみに善光寺のね、シンボル的存在の三門は平成19年、2007年に修復工事が行われて、大正から昭和にかけての修理で、ひわだぶきになっていた屋根が創建当初のね、土地ぶきへと改められています。そしてこの三門、拝観料を払うと実際中に入ってちゃんと上まで登ることもできます。ただね、三門の内部は、撮影禁止で、唯一撮影できるのは三門から外に向けての撮影だけなんで、実際の内部の様子は皆さんのその目で確認していただければと思います。で、まあ今回ね、おすすめグルメとして紹介するのは、善光寺に参拝したら絶対に食べてほしい善光寺おやき。おやきというのはね、小麦粉やそば粉などを水で溶いて練って、その薄く伸ばした生地に、小豆や野菜などで作った具材を包み込んで焼いた長野県独特の食品のこと。一説にはね、これはもともと冬場に米や野菜が不足する長野県の雪深い地域が保存食として活用していたものだと言われており、現在は蕎麦と並んで長野県を代表する名物となっています。で、このおやき、作った後は蒸したり焼いたりと、長野県内の各地域、各家庭、各店舗によって様々なんですが、個人的には油を引いた鉄板で焼いてあるのが香ばしさと旨味が格段に増すんでおすすめ。そして今回ご紹介する善光寺門前の、丸八滝屋さんのおやきもまさにそういう感じのおやき。ここの一押しはなんといっても一番人気の野沢菜おやき。ここで使用している野沢菜は、ちゃんとね、素材にこだわって野沢菜の本場、野沢温泉から取り寄せたもののみを使用。味に偽りなしなので、ぜひ一度味わってみてください。それから実は従業員一番人気な切り干し大根もおすすめ。こちらは国産の切り干し大根を使った絶妙な味付けで、切り干し大根本来の食感の良さも際立つ一品。ちなみに切り干し大根っていうとどうしてもね、地味めな味付けになりがちなんですが、油で焼いているので旨味がかなり引き立っています。個人的には、あ、こういう食べ方もあるんだって感心したぐらいなんで、その味を皆さんにも味わってもらいたいと思っています。あと土日限定のカレーおやきもうまかったです。こっちは想像通りのお味って感じなんですが、お肉がたっぷりで、これがおやきかっていうほどのジューシーさ。なお、ここのお店は1階が土産物屋で、2階が蕎麦屋になってるんですが、おやきを買った人は1階の土産物店の中にあるベンチで気軽に食べることができますので、ぜひその場で食べられることをおすすめします。お店の方がね、お茶を用意してくれたりと、気軽なお値段なのに割と至れり尽くせりで味わえること、受け合いです。というわけでお送りしてきました、今岡英一のぶらり歴史探訪チャンネル。そろそろね、お別れの時間となりました。今後も各地の名所や名物を紹介していきたいと思いますので、いろいろ期待しておいてください。それでは次回もまたお楽しみに。どうもご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は右下のボタンをクリック、高評価やコメントもお待ちしております。